はい、皆様、ごきげんよう、チューリップリンセスです。おはようございます。えっと、今日の私の美食場ご飯、紹介してまいりたいと思います。今日は甘鯛にしました。えっと、第一特配の目利きの春魚シリーズの甘鯛、えー、の丸干し。日本海産甘鯛の丸干しです。 えっとこれはあの母が甘鯛とか糸より鯛とかが結構好きなのであの見つけて買ってみたんですねで結構ね甘鯛はすっごいあの身が柔らかくって崩れやすいのでちょっとあの焼く時に崩れちゃったんですけれどもあの美味しかったですあと小骨が多いので甘鯛はそれが注意ですねでえっと右上にあるのはえアロエベラジュースです えっと、なんか黄色いボトルに入ったアロエベラジュースフォーエバーかな、うん、ですね。それと、えっと、左上が大根おろしです。なんか今日はね、甘,甘くなくてちょっと辛かったですね、大根おろし。それがちょっとショックでした。なんかあの青首のとこ使ったんだけどあの食べてみないとわからないですよね。これはすごいあの甘い甘と 美味しいんですけれども、今日はなんかちょっと辛味大根みたいな感じで、ちょっと辛かったのがちょっと残念だったんですけれども、あの、生鯛に添えてね、いただきました。で、そして、えっと、梅干しですね。いつもの大地を守る会の梅干し。小さい梅干し。と、えっと、これご飯。これ何にも今かかってない状態なんですけれども、実際には、あの、また板わかめ100%のふりかけをドバドバかけまして、 あの島根県産のがあるんですね。で、それをドバドバかけて、あとクロスリゴマ、黒すりごま、勇気の黒すりごまもかけました。あと、なんか、ぬちマウスもちょっとかけちゃいましたね。<laughs> そんな感じです。こう、うん、これが梅干しと、これが、あの、そう、お味噌汁ですね。ホットクックで作った、これ、いろいろ入れたんですね。レンコンえー、っと、里芋、えぇ、ー、さつまいも、大根。 キャベツかなででずっと保温にしてたんですねなので保温にしてたからなんかもうこんな感じになっちゃったんですけれどもやっぱりなんか私はやっぱりねお味噌汁に関してはあのこれも別に悪くないんですけれどもホットクックより普通のお鍋で作った方がなんか格段に私はその方がなんか自分的にはなんかね美味しい。 気がしましたね。なんかホットクックだとポトフとかの方がいいかもしれないですね。王子が前ホットクックでポトフ作ってくれたのはすごい美味しかったです。でもなんかお味噌汁は今まで私何回か実は作ってるんですけども、やっぱりね、なんか私の場合は、あの、お鍋で、私が自分が持ってる遠赤外線とか、まああの、あの、ルクルーゼとかでもいいんですけど、そういうので作った方が、 なんか、私はね、風味が出てね、美味しい気がするので、ちょっと味噌汁を、あのー、ホットクックで作るのは見合わせようかなって思ってます。具沢山お味噌汁っていうキーがあるんですけど、今回なんか根菜が多いからケンチン汁をしちゃったんですね。具沢山お味噌汁でまた作ってみようかなとも思うけど、今までも多分何回か作ってお鍋の方が美味しかった気がしますね。はい、こちらがなんか、 ですねこの甘鯛イ本当に身が柔らかいのであのほろほろに崩れる <laughs> 感じですねでもまあ甘鯛はやっぱり普通にね美味しかったかなっていう感じですあこれね昨日の私のスクリーンショットなんですけども夜中に撮った12時ぐらいかなこれ499です皆さん見てください登録者数499にって嬉しくって 記念に撮ったんですね、スクリーンショット。でも今見たら、あのー、1人減って、また1人減って、497になっちゃってました。なのでちょっと悲しくってね、なんかあの、すごいカウントダウンしてくださったファンの方もいてね、あと何人とか。ねでもなかなかね、こんな感じでね、あの意外に一進一退して、なかなか難しいんですね。<laughs> なんですけれども、まあ一回でも行った数字を塗り替えられなかったことはないので、 あの、まあ、ま、ね、腐らず、うん、諦めず、焦らず、まあ、やっていこうかなって思います。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん素敵な祝日をお過ごしください。またねチューリップリンセスでした。いつもありがとう。